いよいよだね、シェリー、ユキホ。ええ。ここで目立てれば、あたしたちも一気にメジャーバンドの仲間入り。見せつけるよ、あたしたちの生き様を。キュアキュアトロンのとびっきりのショーを。マイリーさんも、準備はよろしいですか俺は今すぐ帰りたいです。ダメダメ俺じゃなくって僕 せっかくの可愛い声が台無しだよ。自信を持ちなさい。今のあなたは、そこらの女よりずっと可愛いんだから。可愛いお友達が増えて嬉しいです。そんな風に褒められても男は全然嬉しくないまさか、俺が、男の俺が、こんな風に女装して、大きなステージに上がるなんて、あの時は。 想像もしてなかった。あなた、すごくいい声をしてるよ。顔もスタイルも、全部私の理想通り。あなたが欲しい。私と一緒に、来てくれないああ、<laughs> <laughs> 俺のバカ、バカ 綺麗な人に声をかけられたからって浮かれてホイホイついていってさ。気づけばこんなところで可愛い女の子に囲まれて女装して。こんな姿、家族にも友達にも絶対に見せられないマイリー、あなたここまで来てやめるなんて言わないよね。それは、その。このライブはようやくつかんだ大舞台なの今日のためにたくさん練習したんだよ。 マイリーさん、私たちには、あなたしか頼れる人がいないんです。うん。お願い、私たちのそばにいてください。うわ、わかりましたよ。今回だけ、今回だけですからねちょろいな、こいつ。優しい人でよかった。覚悟はできたようだし、そろそろ行こうか。 もうすぐあたしたちの出番よ。熱気きう大舞台ビギニング・アールもここから終盤戦に突入だここまで暑苦しいバンドばかりだったしたまには綺麗な花でもめでたくないか次は。 とろけるような甘い声でオーディエンスの心をわしづかみキュアキュアトロンの登場だあたしたちを信じて、マイリー。あなたはどこからどう見ても可愛い女の子。あなたの歌声でここにいる人たちを全員魅了してみせてよ。わかりました。魅了、できるかわからないけど。 あと何度も言いますけど俺僕が出るのは今回だけですからねよーし決まりだねそれじゃあマイリーさっき教えた通りにやってねやっぱりあれもやるんだみ見せるよキュワキュワトロンとろけるような甘い音みんなに届く ちょっとミントさん、抱きつこうとしないでくださいよふふふ。<laughs> ミントの気持ちも、わからなくはないかな。ご褒美のキスをあげたいくらい。じゃあ私は、ご褒美とかいいですからもう、照れちゃって可愛いなマイリーはステージの前では堂々と歌っていたのに、不思議な人。まるで別人ですね。 そうマイリーで遊んでないで、さっさと後片付けを済ませるよ。私たちは最後の方の出番だったし、たぶんすぐに結果発表も始まるからさ。はーいメイクも直さなくっちゃ。マイリーさんは私がしてあげますね。いい、いいですってば。ねえ、ミントさん。わざわざこの格好で客席まで来る必要って。 ありました。えー、こんなに可愛い服着てるんだよ。もっといろんな人に見てもらいたいじゃん。と言っても、みんな結果発表が気になって、あたしたちのことなんて眼中になかったけどね。はぁ、優勝はフリージングというバンドでしたね。音楽では、男にも女にも負けないって思ってたんだけど、まだまだか。<laughs> あらなんだか前の方が騒がしいですよ。なんか楽器持った人たちがステージに上がってるけど。あれって、デスティラールどうしてあの人たちがステージに